こんにちは、まほです。いつもありがとうございます。中キレでは中からキレイになる情報を発信してまいります。今日のお題はピンチの時ほど瞑想というテーマでお話をしたいと思います。瞑想って最近流行ってますよね。マインドフルネスって言ったりするんですけれども、名だたる企業で瞑想を取り入れているところが多いということでですね、最近日本企業でも多いと思うんですけれども、特に有名なところでは Google とか Apple とか、あとゴールドマンサックスとか、そういう名だたる企業で瞑想を取り入れているということなんですね。で、より効率よく仕事をしてもらうということになっているんだそうです。なぜそういうことが行われているかということと、あとは私も自分でも瞑想を取り入れているので、実体験のこともお話をしたいと思います。ピンチの時ほど瞑想、今日お伝えしたいポイント3つあります。1つ目、目的。2つ目、私の例。3つ目、やり方。以上3点についてお伝えしたいと思います。1つ目、目的。脳のリラックスと言われています。日々のストレスや業務などに忙殺されて、本当に大切なことっていうのが分からなくなってしまうことが多いと思うんですね。こなしていくだけになってしまっていて、大事なことが抜けてしまうということで、習慣的に心と脳をリセットする時間として瞑想時間というのを設けると、いろんなことが良くなり効率も良くなるということで、マインドフルネス、つまり瞑想が取り入れられているということなんですね。それによって不安とかプレッシャーとか混乱を取り除いて集中力を養うという効果があると言われています。2つ目、私の例をお伝えいたします。仕事でちょっとしたトラブルがあったんですけれども、その時にグワーって言ってくる相手に対してですね、まずは落ち着こうということで、その対処を慌ててするのではなくって、その前に一呼吸置いて瞑想するっていうことをしてみたんですね。そうしたらその後不思議とうまくいったんですよ。それまでわーってなってた相手も沈静化して、で結局ベストな方向に持っていけたんではないかなと私は思ってるんですね。なのでその時にこうわーってなった状態でそのままなんとかしなきゃと思ってやっているよりは、一度ちょっと時間は取られるけれどもリセットする時間っていうのを設けてから、心を落ち着けてから次に進むっていうことがすごく大事なんだなっていうことに最近もまた気づく機会があったので、それをお知らせさせていただきます。起きた問題っていうことはもう起きてしまったら変えられないんですよ、その事実っていうのは。なのでそこにどうしようどうしようって思ってもしょうがないので、こっから先どうするかっていうのを冷静に考えて対処しなきゃいけない時にですね、自分の心を落ち着かせる必要があるんですね。なので本当にこう大変と思った時ほどマインドフルネスっていうのを取り入れてみるといいのかなと思って、私の実体験をもとにお話しさせていただきました。3つ目、やり方です。これはいろんなやり方があって、長いもの短いものいろいろあるんですけれども、ちょっと無になるっていう感じなんですよね。心を落ち着かせて、で落ち着かせられる環境に身を置くということで、もう本当に5分10分でもいいと言われていますが、30分ぐらいやるとよりいいっていう人もいますけれども、私はそんな時間はないので5分10分という感じになっています。で今検索すると瞑想とかマインドフルネスとかって入れると、5分とかって入れるとたくさん出てきますので、そういうので誘導瞑想みたいなので動画と一緒にやるっていうのもいいのかなと思います。行う時間としては基本的にはいつでもいいんですけれども、効果があるのは割と潜在意識が活性化しやすい寝る前と、あと起きてすぐの時間っていうのが割といいとは言われています。でも本当にどこでも自分さえカチッとスイッチを入れることができれば、電車の中でもどこでもできることなので、ぜひちょっと心を落ち着かせて無になるということをやっていただけるといいのかなと思います。無にはなかなかなれないんです。どうしても思考が入ってきてしまうので、いろんなことを考えてしまうんですけれども、自分を落ち着かせる時間を持つということが大事なので、そういう時間を少し設けてみるっていうのはとても有効的なのかなと思います。今日のまとめです。お伝えしたいこと3つありました。1つ目、瞑想の目的について。2つ目、私の例について。3つ目、やり方について。以上3点お伝えいたしました。もうやってらっしゃる方もいるかもしれませんね。まだやってない方、なかなか時間が取れないとか、家族がいるからできないとか、そういう方もいらっしゃると思うんですけれども、どこかの隙間時間で5分は取れると思いますので、ちょっとやってみるといいのかなと私は思っています。
心をフラットにして無になる時間っていうのを作ってみるようにしてみてはいかがでしょうか。今日の総まとめです。反省は少しだけにして、瞑想して心をフラットにしてから動いて中切れになれたら嬉しいですね。今日は以上になります。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次の YouTube でお会いいたしましょう。